はい、というわけで毎度おなじみのんきなチャンネルおたきさんの時間がやってまいりました。はい、前回の動画ですね、スレーダンマイ FC 対 J3 長野パルセイロの動画、たくさんのご視聴ありがとうございます。スレーダンマイ FC サポーターAC 長野パルセイロサポーターの方々も見てくださったかと思いますので、今後ともよろしくお願いします。今回の動画はですね、明治安田生命 J3 リーグ第4節、J 玉 FC 対蒲田マールタヌキの試合を現地観戦してきました。天気は良かったんですけどね、思ったより気温が低くてですね、見てる分にはちょっと寒かったんですけど、試合はですね、かなり熱い試合を見させていただいたので、個人的には大満足。それでは早速ご覧ください。どうぞ。藤枝マイシーファンサポーターの皆様、お待たせしました。藤枝のユニフォーム、藤枝マイシーメンバーを紹介します。今日も盛大な後押しをお願いします。ゴールキーパー背番号35、内山圭。ディフェンダー背番号6、小笠原圭介。ディフェンダー背番号2、川島伸之。ディフェンダー背番号16、神谷海斗。ミッドフィルダー背番号18、水野泰介。ミッドフィルダー背番号7、鈴木純。ミッドフィルダー背番号27、榎本圭吾。ミッドフィルダー背番号26、横山明之。ミッドフィルダー背番号3、鈴木翔太。フォワード背番号8、岩渕優太。フォワード背番号11、土井智之。続いてリザーブのメンバーです。ゴールキーパー背番号40、七橋拓磨。ディフェンダー背番号4、秋山隆史。ディフェンダー背番号23、ぬくい隼人。ミッドフィルダー背番号13、堀健太。ミッドフィルダー背番号28、松村寛樹。フォワード背番号10、押谷祐希。フォワード背番号20、中井貴人。監督須藤大輔。両チームの選手は、本日はフジッピー蹴っ飛ばし小僧も一緒にご挨拶を申し上げさせていただいております。本日ここにご来場いただきました皆様のご理解とご支援を今後ともよろしくお願いいたします。以上、静岡県発達障害者支援センターここからご挨拶申し上げました。ありがとうございました。櫻井様、ありがとうございました。2022明治安田生命 J3 リーグ第4節藤枝前市対釜玉アレサブキ、審判並びに両チーム選手入場です。2022明治安田生命 J3 リーグ第4節藤枝前市対釜玉アレサルキ、まもなくキックオフ。ご来場の皆様にお知らせいたします。本日の入場者数は919名、本日の入場者数は919名でした。ご来場誠にありがとうございます。いいボール、スピード。ご覧のように藤枝前 FC 対浜田川でサムキの試合は前半0対0、後半1対0、トータル1対0で藤枝前 FC の勝利となりました。両チームの選手に大きな拍手をお願いいたします。